ソルディ B。 はい、ソルディです。今日はこのネイキッドソウル2曲目はい、皆さんこんにちは、ソルディです。今日はこのアルバム2曲目の愛はフィーチャリングジェームス小野田さんの、曲についてレビューをしていきたいと思います。ライブで、歌い慣れてるこの曲を、演奏し慣れてるこの曲を録音するにあたって、ギタリストでアレンジャーの星川さんがこういうことを言ってくれました。今だからこそこの曲演奏して、作品に残す、それが一番いいんじゃないかなっていうふうに言ってくれました。この曲が持っているおおらかなメッセージ、すごくリラックスしてとっても余白があるアレンジというか、それが今この結構不安だったり緊張したり、なんかコミュニケーションがちょっと怖いというかギスギスしてしまってるこの世の中にぴったりなんではないかなと思って、録音しました。この曲を最初に菊池くんから、デモをもらった時に、ソウルミュージックのソウルアーティストでビル・ウィザーズのリーン・オン・ミーだったり、カーティス・メイフィールドのピープル・ゲット・レディだったり、なんかそういう、なんていうのかな、そのアーティストのルーツにあるソウルミュージックのルーツにあるもっと奥深い、ちょっとゴスペル、なんか福音のようなものを感じました。一つの意味が限定的じゃなくて、すごくいろんな角度で受け取れる曲だなと思ってカバーしたいなと思いました。普段私たちが最近強いられてる環境っていうのは、人との距離を取らなきゃいけない、あの緊張状態が続いているというか、そういった中でこの楽曲が皆さんに聴、いてもらった時にすごくリラックスしてもらえるような、なんか懐の深い広い、そういう楽曲だなと思ってこの曲を2曲目、持ってきました。そしてなんといってもこの楽曲にはゲストボーカル、ジェームス小野田さん from 米米クラブ、ジェームスさんの存在が大きかったと思います。楽曲があまりにも自由なこう余白がねいっぱいある分、私がメインボーカルを信じられないぐらい自由な感じで歌わせてもらってるんですね。そこにそのタイミングとか一緒に合わせてくれるのって本当大変なんですよ。で、そこもあの私の元々の歌を生かすために合わせてくださったり、本当大変な作業だったと思います。あの感謝してます。ジェームスさんのすごい存在感のある温かくて奥行き重厚感のある声を重ねてもらったおかげでですね、この曲のスケールそのものがもっと大きく、伝わる存在感になったんじゃないかと思ってます。本当にありがとうございます。作者の菊池武史くんよりですね、コメントが届いてます。僕が大好きなソウルミュージックの歌詞はもちろん恋愛に関するセクシーなものも多いけれど、それだけではなくて黒人の信仰から来る大きな愛情、そして心の連帯を歌ったものも多いと思います。僕がソウルミュージックを歌いたいと思う上で、日本人の僕なりの解釈としては、誰かを励ましたいという思いや生きる上での勇気や希望を自然に融合させているような歌詞に昇華させたいと思っています。愛ははそんな手を伸ばせばすぐそこにある優しさに触れる、誰でも触れることができる愛がテーマです。僕とソルティは歌の師匠亀渕由香という大きな存在、大きな愛を受け取って育った仲間です。同じ愛を感じて過ごした仲間だからこそ、ソルティの歌う愛はの持つ優しさに感動させられました。きっと僕も落ち込んだ時にはまたソルティの歌う愛はを聴くのだろうと思います。菊池武史、ありがとう菊池くん。そうですね、この楽曲が持っているおおらかで大海原キラキラと水面が
光ってる。私たちは何でもできる可能性だとか、あとは余白に感じるなんか自由さだったり、そうですね、そういうものが伝わればいいんじゃないかなと思ってます。ぜひこの曲聴きながらリラックスして、こうやって揺れながら一緒に歌ってもらえたらなと思います。長い時間ありがとうございました。